今日は美馬市にあります道の駅美馬の里に来ています。そして今日なんと駅長さんが来てくださっています。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちら美馬の里の駅長さんの、はい、大村さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今ですね、はい、犬ワンちゃんが走り回ってるんですけども、はい、この広場何ですか？はい、ここはドッグランエリアになってます。ドッグラン、はい、おいいですね。すごく広くて開放的で、ワンちゃん走り回ってますけども。そうなんですよ。奥にもね、なんかエリアがあるんですけど、こちらはこちらもドッグランエリアで、はい、大型犬中型犬エリアになってます。分かれてるんですね。そうなんですよ。こちらが何エリアなんですね。ここが、小型犬ですね。小型犬、すごい元気に飛びついてくれてます。かわいい。私の狩人のこもこもこに狙いになっててくれてます。狙われてますね。ね、すごくワンちゃんも楽しめる場所もあるということで、はい、はい、で続いてなんですけども、ここにニューグルメもたくさんあると聞いたんですが、はい、早速案内していただいてもよろしいですか？はい、じゃあちらへどうぞ。はい、すごいワンちゃんかわいい。元気いっぱいです ね、はい、かわいい親子かな。ちょっとちっちゃい柴犬と大きめの犬、ワンちゃんの。かわいい。出ますよ、出ますよ。出るよ。じゃあちょっとで行きましょうか。はい、ね、ドッグランとかあったらね、美馬市に住んじゃいたくなりますよね。そうでしょ。なんかワンちゃん愛犬家の方にはね、愛犬の方、ちょっと待って、あ、ちょっとワンちゃんたちが、うん、ベンチとかもあってね、こう飼い主さんもこうゆったりこう座って、ね、ワンちゃんがはしゃいでる姿を、ね、見ることができるんですね。はい、うん、大人もね、子供の楽しめる場所になってます、ね、こちらのね、ベンチがね、なんかいいスポットなんですよね。そうなんです、最近設置しましたブランコになってます。ブランコ、はい、ここから一応剣山が眺められるっていう場所にもなってるんで、絶景スポットいいですね。映えスポットで、そんな場所もあったりするんですね。はい、で、大村さんはなんで駅長になられたんですか？はい、4月1日から指定管理者が変わりまして、はい、まあ、地元の同級生なんですけど、はい、一緒に美馬町を盛り上げていかないかっていう声をいただいたんで、はいはい、なるほどなるほど、美馬町を盛り上げてくださってるという大村さん。続いて紹介してくださるのはこちらですね、農家レストランと書いてますね。はい、はい、そうです。じゃあちょっと早速中に行ってみましょうか。はい、でこちら食堂ですかね。何が新しくなったんですか？うん、真ん中にある未来食堂と、はい、あちらにある美馬スマイルカフェのパン屋さんになってます。はい、未来食堂は美馬に来るという意味での未来食堂になってます。いいですね。パンも焼きたてのパンのいい匂いがしてきますよ。美味しそうです。美味しそう。お腹空いてきますよね。いい匂いがしてきそう。うん、いい匂いがします。さあ続いてなんですけども、はい、今日はね、絶品グルメをなんとご用意してくださってます。すごい。いや、美味しそう。美味しそうです。いいですね。美味しそうでしょう。美味しそうです。早速ちょっと大村さんに紹介していただきます。はい、こちらが美馬町チキンさんの熟成青鶏一本桃揚げになってます。豪華ね。でこちらが、未来食堂さんの大社ぶどんセットになってます。いいですね。はい、すごい。でこちらが、こちらが美馬スマイルカフェさんのおまかせピザセットになってます。ピザセットもいいですね。美味しそう。シャキレンコンとほうれん草のピザになってます。いいですね。早速ちょっと、はい、いただいちゃいます。いただきます。はい、じゃあこのもう一本揚げからいただきましょうかね。はい、すごい大きいです。こちらがサコサコ15時間熟成させた阿波踊りを、真空状態でスパイスに漬け込んで一品となってます。はい、400グラム以上あるサイズを厳選してますので食べ応えも抜群。すごい食べ応えあります。はい、これ販売してるのは美馬の里のみなんで。そうなんですね。限定ということで、はい、ここでしか食べられないお肉だそうです。美味しいです。すごく。さあ続いては真ん中のこちらなんですけど、ちょっとはい、かけさせていただきます。こちらが未来食堂さんの大社ぶどんセットで、大社ぶどん、ちょっといただきますね。華やかな見た目ですね。ちょっとタイをせっかくなんでね、いきますよ。このタイはその日に水揚げされた、美味しそう。いただきます。タイを厳選して、さっと湯通しすることで旨味も増してコリコリの身になってると思います。口いっぱいにタイが。どうですか？
美味しいです。すごいコリコリ、本当コリコリしてますね。一旦湯通ししてるんで、それで旨味も増してコリコリさもアップしてます。すごい新鮮な鯛ですよね。こちらのお汁もおすすめで、この鯛のアラで丁寧にお出汁を取ったアラ汁になってます。こちらも後でちょっといただきたいと思います、はい、では最後ピザですね。ちょっといただきますよ、はい、ね、ピザこちらはレンコンとかほうれん草が載ってますね、はい、具沢山で美味しそうです。こちらが、三増産の小麦粉と北海道産の小麦粉をブレンドして、はいはい、自家製の塩麹を生地に練り込んでまして、もちもち食感になってます。では早速いただきます、はい、麹はすべて自家製 で、味付けは醤油麹、醤油の和風テイスト、自然なね、そう、そうなんです。美味しい、レンコンのシャキシャキ感がすごいシャキシャキしてますね、で皆さんに好評いただいてる。そうですね、レンコンがすごいシャキシャキと美味しいです。ほうれん草もねすごく合いますよね。そうなんですよ、でこちらが最近、発売されたばかりの明太ポテトパンになってます。明太ポテトパン、こちらもいただいていいんでしょうか。はい、どうぞ召し上がってください。いただきます。パン大好きなんです私。発売その日に売り切れ、そうなんですね、じゃあいただきます。貴重な明太パン、中にしっかり明太が入ってて美味しいです。こちらも美味しい。お腹が満たされました。ありがとうございます。ワンちゃんとも、ね、遊べて、はい、すごい最高の場所ですよね、はい、では最後に一言お願いします。はい、道の駅みまの里ではいろんなイベントを盛りだくさんで、毎週のように楽しいスポットとして頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上、みまの里から